どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは海外で起こった事件とその意外な結末、暴走するスクールバスから消えた少年の行方まで。今回は世界のちょっと変わったニュースを集めてきました。それでは早速本編の方に進んでいきましょう。最初に紹介するのは生配信中の映像。ことが起こったのは2015年の元旦、 13IG さんが生配信をしていると突然ポリスがやってきました。どうやら近隣住民から騒音の苦情が来ていたらしく、心当たりがなかったのかしぶしぶついていく IG さん。そしてこの後予想外の展開が。鍵が閉まっていなかったのか誰か入ってきました。なんだか怪しげな様子。そして誰かはいくつか物を持って部屋から出ていきました。実はこの男 IG さんの隣人だったらしく、タイミングを図って泥棒しに来たようで。ですが犯行の様子がカメラにバッチリ映ってるんで、男はこの後すぐに逮捕されました。次に紹介するのは監視カメラに記録された映像。ここ最近自宅内に防犯カメラをつける人が増えていますが、その防犯対策がまさかの事件を起こして、映像の舞台はアメリカルイジアナ州。8歳の少女がカメラに映っていますが、突然カメラのスピーカーから誰かの声が。I'm your best friend! I'm Santa Claus! Mommy! I'm Santa Claus! Don't you want to be my best friend? You can mess up your room. You can break your TV. You can do whatever you want right now. 誰かの声はいろいろ話していますが、それは間違いなく少女に向けられています。実はカメラはハッキングされており、カメラを通して誰かが少女を見ているようで、こういった事例は他の場所でも起きており、そこまで珍しいわけでもなく、皆さんもカメラには気をつけて。次に紹介するのはマイアミで記録された映像。ある日11歳の少年が行方不明になり、両親はすぐに通報。駆けつけたポリスが辺りを捜索しますが、少年は見つからず、少年が消えた。これはすぐにニュースになりマスコミが集結。そしてこの後まさかの展開が。少年を発見したのはなんとマスコミのヘリコプター。まさに東大元暮らし。意外にも彼は自宅の屋根にいました。ブルーシートを布団にして少年はぐっすり寝ています。一体どうしてこんなところにいたんだ。そう聞いてみると、サマーキャンプに行きたくなかった。少年はそう答えました。結果として少年の捜索時間は約2時間。これを知った少年は、ここまで大事になるとは思わなかった、ソーリーポリスメン、そう言っていました。次に紹介するのは暴走するスクールバスの映像。映像の舞台はアメリカルイジアナ州。ある日のお昼頃、
1台のスクールバスをたくさんのパトカーが追っていました。バスは結構なスピード、そしてそれを追っているパトカーもかなりの数。バスジャック、一見そう思ってしまいますが、真相は違いました。実はバスのドライバーはなんとこれまた11歳の少年で、この一件で死者は出ませんでしたが、なんとも危険な瞬間でした。最後に紹介するのはポリスが記録した映像。2018年3月30日、タルサのビレッジインでポリスは盗難車を発見。ドライバーの女性は、車は友達から借りた、そう言っていましたが、追及していくとそれが嘘とバレました。女性をパトカーに乗せ、これで事件は解決。そう思われましたが、事態はまさかの展開に。女性はパトカーを奪ってすぐさま逃走。ポリスは後を追いますが、最終的に女性は運転を誤って建物に衝突。女性の逃走劇はあっけなく終了しました。女性はこの後、パトカーなんて盗んでない、そう言いますが、当然聞き入れてもらえませんでした。ということで、今回もやってきましたおまけのコーナー。今回紹介するのは自業自得な瞬間。日常生活の中でついいたずらしたくなっちゃう、そういうことってありますよね。映像にはドクターとナースが映っていますが、暇だったんでしょうか、ドクターがいたずらしようとして。ゴム手袋を弾いてナースに当てようとするも、自分に返ってきました。完全に自業自得。皆さんもいたずらをするときはいろんな意味でご注意を。ということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。